今度横山緑が12月13日にニコニコのプレア化料金が値上がりすることでデモするらしいよ550円が780円だか90円だからそれを許すなーっていうのとあのトップの栗田茂隆は退任しろーって言ってデモするから突きたいやつは来いとか言ってなんかやるらしいあのさ横山君に言いたいんだけどさ その値上がるさ790円のプレーヤーよりさあんた1,080円っていうあの時代にさ4桁の値段でさあのー、月額課金取ってさチャンネルやってたくせにさねえ、あのー、550円から790円で値上がりするプレーヤーにそんな文句言えんのって話でさあんた先発でやってたじゃんって話でねえ 高くなったとか言うけどさ、都合よくさ、今自分のチャンネルないからって言って忘れてるけど、当時の1080円は良かったのじゃん。ねその1080円よりはまだ安いぞ、プレアカ料金は。あとさ、栗田茂隆やめろって言うけど、栗田茂隆氏が辞めるより多分あなたがニコニコ辞めた方が早いと思うわ。うん。多分ね、今のね、ニコニコユーザーはね、そこまで文句言いながらニコニコにすがる意味は何って多分みんな思ってんだよね。うん。 でもあなたさ、なんか暗黒ルールだとか言ってるけどさ、散々破ってきたから、まあリ,リスナーの信用もないんだよ。だから文句言うなら出てけよってみんな思ってるからね。うん。かなかなかきついぜ。別に俺、ニコニコのプレイヤーがさ、あの、高くてもね、いいと思うんだよね。だって今のニコニコって、昔と違って一般アカウントにも結構優しくないそう。なんかもうさ、立ち見とかアリーナとかなくなったからさ、放送は見れちゃうしさ、まあ録画見れないっていうちょっと、 痛いところはあるけど、別に一般アカウントでも、確かタイムシフト予約することはできるよね、確かね。うん。あの、プレイヤー化のいいところはさ、タイムシフト予約しなくても見れるってところがいいけど、別に一般アカウントだったら、タイムシフト予約はね、何件かはできるはずなんで、別に配信者がリスナー思いで、ちゃんと予約枠を取ってあげれば、一般アカウントでも録画見れるんで、昔に比べて別に一般ってさ、そんなに悪くないんだよね。 昔は本当にきつかった一般はマジゴミだったプレイヤー化じゃないと放送見れないとかプレイヤー化じゃないとあの弾かれちゃうとかでさもうまともに放送見れなかったっていうのが昔だったけど今って別に。 席数制限みたいなのなくなったから、一般でも放送見れるようになったんで、まあ画質とか、そういったところにさ、まあプレイアーーとの差はあるかもしれないけど、だいぶね、良くなったと思うんでね、まあ無理してプレイアーーである必要ないからね、高くなって嫌だって言うんだったらさ、まあやめちゃえばいいよね、プレイヤーーね。例えばニコニコで七原くんしか見ないって言うんだったら、七原くんなんかさ、予約、タイム、あのー、タイムシフト残せないんだから、 録画残さないんだからさ、七原くんしか見ないとか言うんだったら、もうひ、あの、開き直ってプレア化やめちゃえばいいと思うし、そう、リアルタイムで見るようにしてね。だから、なんか、あの、まあ、別に無理してプレア化になる必要ないよな、と思うよね。うん。アニメの画質は一般はクソ。あ、そうなんだ。ニコ動ね。まあまあ、今俺はそのニコ生の話ではないけど、まあニコ動とかもね、全然使ってるって人だったらやっぱプレア化の方がいいかもしれないあと俺もずっとプレア化。もうなんか、 何も気にしてない。値上がり。うん。あの、全然ニコニコやってないのに、ずーっとプレア化だからね、俺。<laughs> そう。放置してる。うん。プレミアムアカウントで放置し続けてるから。そう。俺ずーっとプレア化する。別に今回の値上がりも文句はない。あと、あれでしょなんかあの、まとめて決済すれば、550円で見れるんでしょなんか、チラッとツイッターで見たけど。だから今のうちに、1年、一年分払っちゃい、払っちゃえば、550円で1年見れるんじゃないの そう。毎月毎月ってなると、また790円でお金払わなきゃいけないかもしれないけど、別に今のうちに、あの、1年分払っちゃえば、あの、550円で払えるよね。うん。なんで、まあ、1年は猶予あるよなっていう感じはするけどね。緑騒いでるけど。多分ね、やめた方がいいと思うよ。あの、横山緑のデモに参加するの、配信者の人は。なんでかっていうと、栗田茂隆って言って名前入れてるから、ニコニコに目つけられて、いいことないと思うよ。 緑と一緒にデモやると。あの人って別に栗田さんから切られて、別にもう無敵状態になってるけど、まだニコニコで頑張ろうと思ってる人とか、売れようと思ってる人とか、ニコ動とかニコ生で頑張ろうと思ってる人は、多分緑と一緒になってやると、多分、あ飛び火して、あ、そういう一波なんだなって思われて、なんかあった時にしんどいよ。うん、だから多分緑とかヨッサンとかユイカとか、多分その辺のゾンビたちが、 多分やる企画になってるから、フレッシュな奴らとか、まだこれからの人たちとかは、多分得ない気がするんだよね。だから、あれよ、もうマイケル・ジャクソンよ、だから、スリアー見たらもうだから、ポーとか言いながら、ゾンビがゾロ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 、こう、でもするんじゃないかなっていうイメージなんで。 そう。でもまあ、ゾンビ最強っちゃ最強だけどね。ずーっといるからね。でも、なん、なんだろうな。なんか、緑とかヨッサンとかユイガでやってほしいわ。なんか他の若い奴らにちゃちゃ入れられながらやる姿より、本当に昔ながらのやつらが、ハニー・オキとか、野田とか、ハニー・オキ、野田、緑、ヨッサン、ユイガみたいなメンツで、あとなんか後ろからサポートでゴロリみたいな感じでやってほしいね。な、その方がなんかコテコテの昔のニコラマって感じで、いい気しますけどね。なんかね、ゾンビ軍団がね。 だから、新たな、慣れ合い方法なんだよ。でもすれば、企画になるから、企画だって言ってるけど、あのー、慣れ合いなんだよ。あれも。結局は。なんか、最近ね、仕事がないから、あの人は。そう。仕事がないから、なんか、暇なんだよ。だから、なんか、慣れ合いデモをしたいんだよ。一応自分はこういうことしてるみたいな。まあでも面白いよね。いや、でもさ、よくあんな、国田しげは退任しろって言えるような、バースされるんじゃないの ニコニコはそこまで表現の自由あるんだ。すごいな。いや、ま、まじでギリギリだと思うけどね。ねえ。まじで。いや、その栗田さんのサイトに世話になってるわけなのに、デモして、だって一般の人にも、まあ語りかけるわけじゃない。その自分の放送の中で、栗田やめろって言ってる分にはいいけど、その行動でデモをするわけだから、一般の人にも、あの、イメージを与えるわけで、 知らない人からすれば、栗田って悪い奴なんだと思われたりしたら、緑やばいぞって話で。だからそのデモの仕方にもよるけど、なんか、いっぱい人ってネットのことをあんまり知らない人もいるし、なんか個人名出されると、その人って悪い人なのかなと思っちゃったりするわけじゃん。デモっていいイメージってやっぱりないんですよ。日本ってなんだかんだね。うん、デモって俺面白いことだと思うんだけど、デモイコール、やっぱりなんか、 ねえ、怖いってイメージとか、なんか悪いってイメージ持ってる人も多くいるから、デモで名前出されると、知らない人は、え、栗田人、栗田って人悪い人なんかなってなったりするから、だから、緑も気をつけないと、栗田さんが寛容なうちはいいかもしれないけど、一歩間違えれば、名誉毀損とか言われかねないし、いや、ニコ生ってそんな配信できるんだって思ったら、すげえ要件の自由あるなと思うわ。よく許してくれるよね。うん。 だってさ、想像してみてよ。俺らツイキャスでさ、クソなイベントはやめろって言ってさ、モイの会社の前でデモしたら絶対俺ら A え番じゃん。想像つくじゃん、そんなの。絶対おスめめ規制食らうじゃん。そんな配信させてもらえるわけがないじゃん。表現の自由だが通じるわけないんですよ、このツイキャスで。俺は参加しないですよ。あの、 ニコニコの上の皆様にはこれからもあの、ご活躍、ご発展をお祈りしておりますんで、あの、私、あの、2024年のですね、ニコニコ超会議のあの、クリエイターブースに、あの、申し込みさせていただいておりますので、ぜひ審査の方よろしくお願いいたします。はい。ニコニコの超会議の個人ブースに、石川のりゆきの乗り切り味を出したいと思ってます。ま、超 <laughs> 会議なのにツイキャスをやるっていう、ちょっと変わったことをしたいなと思ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。はい。いや、俺はもう応援してますから、ニコニコは。 モラう応援してるもん、ほんなら何の文句もないもん。ニコニコってさ、もうほぼ初期からサブスクやってるじゃん。ああいうニコニコユーザーチャンネル、企業チャンネルって初期からやってるじゃん。めちゃくちゃマージン高いからね。多分すべてのサイトで一番マージンいいんじゃないか。頑張ったら頑張っただけマージン上がっていくと思うんだよね。多分8割ぐらいあるぜ。80%ぐらい。うん。だから他の配信サイトに比べて、ニコニコチャンネルって、 その、収益のマージンめっちゃ高いっすよ。そう、だからすごいよ、マジで。8割近く還元されるわけですから。100万稼いだら80万よ。だからすごいよ。本当に、未だに。そう。でもそれができるのは、やっぱりプレイヤー化とかがあるおかげだと思いますけどね。私はいつまでもやりますよろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! よし。